抜刀道とは、日本刀で物体を切る武道である。太平洋戦争後、旧陸軍富山学校関係者らが、富山流八道を普及する過程で、同流の師範であった中村康史三郎が試し切りを中心とする、抜刀道を提唱した。昭和52年、全日本抜刀道連盟が結成された。抜刀道は、居合抜刀道とも呼ばれ、講義の八重道とみなされることもあるが、 医愛道とは、独立した連盟が統括している。また、抜刀術と混同されることもあるが、古武道の抜刀術とは異なる現代武道である。立ち技で畳表を切る。基本技は毛先入りだが、難易度の高い技も制定されている。主に刀を抜いた状態から大技で両断するような動作が多い。専門団体が、段球くらい、称号を授与している。 試合ルールが設けられ、競技大会が開かれている。選手が紅白に分かれてそれぞれ畳を切り、審判員が選手の作法、姿勢、畳の切り口等を採点し、旗の多数決で勝敗を決める。団体戦もあり、先方、中堅、大将の順に3人で1本の畳を切り、総合的な切れ具合で勝敗を判定する。中村康史三郎。 日本刀精神と抜刀道、バブジャパンかつては巻き藁を使用していたが、現在は畳表の方が入手しやすく、切りくずが散らないことから、畳表を巻いたものを使用している。ありがとうございます。